はい、皆さん、こんにちは。今日のこちらの動画は、どちらかというと、オーナーさん向けの動画になります。今回、到着いたしましたのが、こちらですね。TD3B コアのリミテッド。こちら、新潟県の T さんから、ご用命いただいた機種になります。背面がね、リミテッドはこういうふうに、背面に装飾が入ってます。それともう一台が、こちら。これが私の、T13B のフルノーマルですね、のモデルで、こちらが、大阪府の K さん、からの、ご用命ですね。ヘッドの方にはこうネームを入れてという形で、ここだけちょっと、加えてあります。で、こちらの、T さんのモデルも、ヘッドの方のインレイですね。お名前を、入れさせてもらってます。今日こちらの2台のご紹介と、トップ材でね、こちらホワイトスプルースを使ってるんだけども、ホワイトってどういうのってなりますね。それも合わせて皆さんに、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、まずこちらの、TD3B B の、コアリミテッド、こちらのモデルですけども、装飾自体は、リミテッドっていうのはね、私の TD の100シリーズ、それと基本的に装飾は全く同じです。で、何が違うかっていうと、材質ですね。そこが、違ってくるということで、今回こちらの、T さんの方からは、オールコアの単板で作ってほしいというご依頼で、こちらのリミテッドシリーズ、作りました。で、本来TD3B のリミテッドっていうと、トップが、ホワイトスプルースで、背面が、サントスローズ、それを使っているモデルなんですね。それをオールコアという、タイプで、作りました。こちらが、T さんからのご指名。でね、この、T さんからの最初のご依頼でね、北海道に私のこのユーザーさんで、ゴンタさんっていう方とポンタさんっていう方がいらっしゃるんだけども、このユーザーさん、どちらも、このリミテッドを所有していらっしゃるオーナーさんなんですね。いずれも複数台オーナーさんです。で、こちらの T さんも複数台オーナーさんです。皆さん2台3台持ってるのがもうだんだんと当たり前みたいになってきちゃってますけども、こちらの、ゴンタさんの仕様、それと同じタイプで作ってほしいということでね。で、私のこの、トヤギターの住人さんの皆さんでは、同じ仕様というものがね、発生してきますんで、そこの部分だけをお願いします。ただし、よそとはまず被るギターっていうのはありませんから、その辺はね、ご安心ください。じゃあ、こちら、T13B のフルノーマル。こちらの方の仕様で、よく皆さんから質問いただくのが、このホワイトスプルースってどういうのっていうね、一般的にはこう、シトカスプルースが使われているっていうのが多いと思うんですけども、シトカよりもホワイトを使うと、鳴りっぷりがいいんですよ。非常に元気のいい音を出す。ということで、こちらの方を、私の方ではね、採用させてもらってます。もちろん、ご指名で、シトカスプルースでも作ることできます。でね、見た目、一目で違いわかります。シトカっていうのはこの木目がね、ぎゅーっとこう、びっちり詰まってるんですね。で、こちらのホワイトというのは、木目がどちらかというとね、ちょっと広めなんです。広い木目、こういう風になってます。でね、これ勘違いしてほしくないのが、昔ね、日本のこう、ギターメーカーで木目がびっちり詰まった最高が材質のとかってよくカタログに歌われていたでしょ。要は、木目が詰まってるから音がいいとか、全然関係ありません。広いもの、という方が私の今までの経験上ではなりっぷりがいいですね。で、目の詰まったものっていうのは、なんていうかな、こうしっとり系の音っていうんですか、そういう音色になる傾向があるなっていうのは私感じてます。で、要はこれ年輪ですから、50年育てた木と100年育てた木とでは、当然年輪のぐーっと詰まったものの方が、値段が高いというのが当たり前なんで。で、ただし、それが音がいいとか悪いとか、全然関係ありません。音色の傾向が違います。あとはそれで皆さんの好み。そこで変わってくると思います。これがホワイトスプルースの特徴ですね。シトカはね、一般的に市場に、大手メーカーだとか出回ってますんで、なんとかそれとは変わったものを皆さんね、もうシトカはもう誰も持ってると思うんですよ。変わったものをということでまたご指名いただければと思います。はい。それじゃあこちら、オールコアの、単板ですね。こちらで、あとね、この背面のこの装飾、私のこのシリーズ、すべてこれ本外埋め込みなんだけども、プリントシールと勘違いしてる人がいるんですよ。ちょっとね、音鳴らした後それ説明しますからね。お待ちくださいね。じゃあまず定番コードで E コードのじゃらんと、いつものコード進行でやってみたいと思います。はい。じゃあまず E。いだのマスターモデルにちょっと近づいたかなみたいなね、そんな感じがしますけど、じゃあ定番コードでいきます。これもうできたてのほやほやなんだけども、結構ね、こう甘く柔らかい響き出します。これ、引っ込んだら結構いい音になるんじゃないかな。そんな感じがしますね。はい。それと、今度こちら T13B。こちらガラッと音色が変わります。非常にこう、明るい音色になります。はい。じゃあまず E コードから。全体のトーンがぐっとこう上がるんですね。はい、じゃあ定番コードでいきます。こんな感じの仕上がりです。はい、じゃあ、さっきのこの背面装飾ね、オール埋め込みだよっていうことで、まあ、私ご説明してるんだけども、これ見分け方ちゃんとあるんですよ。今回ね、なんかこれをこう、プリントだなんて言ってる人が出ちゃったって言うんだけども、その方なんかギターの専門家らしいんだけど、これね、専門家だったら見ればわかるんですよ。私の方のブログに、これちゃんと埋め込んでやる、3、4工程、それを写真を掲載してあります。で、それと、この指板も全部埋め込みなんですね。で、これも、この YouTube の動画の私の過去の、アップのところに、こう、埋め込んでる、ところのね、映像、動画アップしてありますから、それも見てあげてください。まあ、私の方のブログの方にね、この下の概要欄のところにリンクを貼っておきますから、そこからすぐにポンと、見てもらえれば、全部これをね、埋め込んでる、作業工程の手順の写真を何枚か貼ってあります。それと動画もすぐリンクできるようにそちらの方に貼ってあります。そちらから見てやってください。プリントなんかじゃないですからね。ということで、じゃあまた皆さんよろしくお願いします。それでは今日はどうもありがとうございました。